親は1948年のアメリカ合衆国の西部劇映画。監督はジョン・フォード、出演はジョン・ウェインとペドロ・アルメン・ダリスなど。原作はサイレント映画時代から何度も映画化されているピーター・ B ・カインの1913年の小説ザ・スリー・ゴッド・ファーザーズで生まれたばかりの赤ん坊の名付け親となった3人のならず者を描いている。 日本で発売されている DVD の中には、三人の名付け親と表記しているものもある。西部の三人のならず者たち、ボブ、ピート、キッドは銀行襲撃に失敗し、灼熱の砂漠に逃亡した。保安官スイートの追撃を受け、命の綱の水を求めてさすらう中で、三人は打ち捨てられた馬車の瀕死の母親から赤ん坊を託され、名付け親となった。 追手を避け、赤子の命を救おうと苦闘し、砂漠をさすらう三人は、いつしか一冊の聖書に導かれ、食材の旅に足を踏み入れるのだった。やがて、ピートとキットは、旅の途中で死ぬが、二人の思いを受け継ぎ、赤子を抱き、歩き続けるボブを、幻となって現れ励まし続ける。保安官スイートは、三人が命を殺したと誤解したまま、復讐の念に燃え三人を追うが、 精魂突き果てて、酒場にたどり着いた、ボブハイタワーの姿に、思いもしなかった結末を迎える。ロッントマトズによれば、12件の評論の、内高評価は83%に当たる10件で、平均点は10点満点中7.20点となっている。メトクリティックによれば、7件の評論のうち、高評価は6件、賛否混在は1件、低評価はなく、 平均点は100点満点中82点となっている。この映画をベースにして作成された作品に以下のものがある。ありがとうございます。